剣治とは、第一義には、三種の神義のうちの剣と玉、すなわち、天村雲剣と、やさかにまがたを合わせた古称である。神義のまがたを字とも呼ぶため、剣治と称される。しかし、第二義には、三種の神義の総称である。本校では、特に断りのない限り、第一義の剣治について解説し、第二義については、三種の神義に譲る。 剣と事後所の天皇の寝室の隣に土壁に囲まれた塗り込めの剣事の間があり、そこに真剣と真事が安置されている。心境は九中三殿の賢所に身体として空つに収められて安置されている。中世の天皇は剣事の間の入り口を背にして座るのが正式とされた。剣事は天皇の寝室の隅に置かれたため、最初寝室であったものが、 大切なものを置く場所になり、それが、剣士の間になったと考えられている。天皇が行行する際に自重が剣士を携えて、随行することを剣士道座という。東京テント以降、第二次世界大戦前までは、天皇が皇居を追日以上離れる場合に、必ず自重が剣士を捧げ持って随行した。しかし、戦後に、皇位申請否定の一環として連合国軍。 最高司令官総司令部に中止させられた。天智銅座の伝統が復活したのは、第60回式年仙宮の翌年にあたる1974年に、昭和天皇が天智を伴って、神宮を参拝した時である。その後、天皇の神宮参拝の際には、傾向されるようになった。天智東照経の儀、第125代天皇皇位継承時。天智都御の儀は、 天皇が上位、崩御の後、皇位継承者が戦争の際に、皇位継承の証として、剣と字を受け継ぎ、新天皇となる儀式である。剣字東承継の儀とも言う。身体である剣と字が、神帝の下に自ら動くという建前から、都御という表現が取られる。この儀は、新天皇を国民や外国に公にするための即位の礼とは、違い、天皇の崩御。 上位直後に行われる。官武天皇の時代に定められた儀式とされ、平安時代中期以後は戦争直後の夜の儀式として行われた。1909年に制定され、第二次世界大戦後に廃止された当局令によれば、自重が奉仕して、都御する剣都寺及び、内大臣秘書官が奉仕する国事と御事を内大臣が天皇の前にある。 安と呼ばれる机の上に置くことが行われる。なお、三種の神器の内神経は、九十三伝の賢所の身体であるため、この儀式では動かない。検事都魚の儀と同時刻に、賢書の儀が行われ、賢書で構想神アマテラス大臣に対して、戦争の胸が告げられる。第百二十五代天皇皇位継承の1989年1月7日には、 日本国憲法の政教分離規定への配慮から、検事当省刑の儀とされ、国事後位たる儀式として、県、自及び国自、漁事を自重が新天皇の前にある、暗によく短い儀式が、後位継承後間もなく午前10時1分により、宮殿の聖殿末の間で行われ、史上初めてテレビ中継された。皇族からの参加は、後位継承資格のある、成人の男性皇族に限られた。 また、昭和天皇のもに服する中での儀式であったために、天皇、皇族は、全員が、喪服で臨んだ。第126代天皇皇位継承の2019年5月1日には、国事皇位たる儀式、剣次当承継の儀として、剣、寺及び国寺、御寺を自重が新天皇の前にある、安によく短い儀式が、皇位継承日の午前10時30分より、 宮殿制伝末の間で行われ、テレビ中継されたほか、史上初めて YouTube やニコニコ生放送など、インターネット上でも中継された。先代の上位に伴う儀式であったため、皇族は、エンビブク、ホワイトタイ、勲章を廃用の上で参加している。先代の前例に習い、皇族からの参加は、皇位継承資格のある青年の男性皇族に限られたため、 第百二十六代天皇、秋篠宮文人親王、日立宮正人親王の三皇のみが出席し、上皇、皇位継承資格のある、男性皇族ではあっても未成年の久人親王、そして天皇対特例法上の二皇をはじめ、女性皇族の三列はなかった。一方、三権の長や閣僚では、女性として、片山さつき女性活躍担当大臣の三列が、 認められた。なお、検事当証刑の儀の後、ケントジは、第126代天皇の御両者に乗せられて、赤坂御用地に運ばれ、当面は赤坂御所で安置されることになった。ありがとうございます。